はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ゴロゴロ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金に活用させていただきたいと思います。産経記事、ついに新入管法施行開始、暴れるようを本当に返せるのか。過去にですね、送還に抵抗してですね、暴れるよーと大声で宣言した後に、飛行機搭乗の際に放尿しながら暴れたクルド人がいたと。一度は暴れたんで機長が搭乗を拒否し送還を逃れたものの、一週間後に両手足を制圧し、ようやく乗せることに成功。縛った案ですかね。入管関係者、法律ができた以上、しっかりと運用していく。しかしね、暴れるよ、つって、暴れてなんとかなると思ってたとこが、日本人舐めてるよね。暴れるよって、予告してくれるところは、親切なんだか、そうではないんだか、わかんないんですけど、舐めてるよな、暴れてなんとかなると思ってたの。世論です。機内で脱粉もしたらしい。そりゃ迷惑極まる。同行した職員が悲惨な目にあったことを、あったと暴露ってた。じゃんじゃん強制送還しよう。ちゃんと入国禁止にしろよ。そういうのは二度と入国させるな。今まで以上に不法滞在者が失踪しそう。ああ、これありそうだな。居所掴まれてる不法滞在者。全然全くどこ行っちゃったんだかわかんない不法滞在者。2種類いるじゃないですか。居所を把握されてる不法滞在者も逃げちゃってさ、地下に潜伏しちゃってさ、送還嫌だっつってね。そういうの増えそうですね。立憲共産、令和社民、共同通信、朝日毎日、東京新聞、暴れるよ。おむつ履かせて拘束して飛行機に乗せればいいよ。麻酔銃使えなんていう意見多かったんですけれども、麻酔銃うまくいきません。麻酔の効き方個体差あるし、刺さった場所によってもですね、すぐ効いちゃうのと、ゆっくり効いちゃうのあるし、少ないと効かないし、多いと死んじゃうしでね、ちょっと現実的でないですね。映画みたいにはいかないですね。送還に抵抗した場合はですね、1年以下の禁錮刑、もしくは20万円以下の罰金、もしくはその両方の罰則が新しく作られましたんですけども、だったら送還が1年伸びちゃうんじゃーって、抑止になるんすかね、それね。シャバでの滞在1年延長は嬉しいけれども、刑務所で、1年、過ごして、その後送還っていうのはさすがに嫌かな、そういえばね。強制送還された不法滞在者は5年以上経過しないと日本にまた来れないらしいんですけれども、自発的に帰国した不法滞在者は1年経過でまた入国できるんだって。なんだそれ、甘すぎないこれ。入国は確認できてもですね、出国が確認できてない不法滞在者は増えも増えたり、25万人だそうですよ。大体が逃げた実習生なんですけどね。一度でも不法滞在した外国人はよ、永久に入国させないでいいんじゃないの。そうやってどんどん減らしていかないとこの数さばけないんじゃないの。甘いよなー。6月9日21時18分昨日の夜ですね。今 X で入管法で検索かけるとパヨの断末魔が聞ける。今夜はこれで酒盛りと世論です。施行明日からだっけ。明日からだよ。粛々と法にのっとって施行してほしい。酒飲ましてもらってますわ。不自然なパヨーシトレンジュじゃなくなって全く見えなくなったから、こういう情報助かる。確かにこいつらなんでこんなに必死なんだ。革命のためには世の中を混乱に陥れるのが一番の近道。不法滞在者の味方しだってパヨの生活が良くあるわけでもないのにな。何回でも難民申請できるってのがおかしかったんだ。外国人犯罪に巻き込まれたら手のひら返して自民が野放しにするからだって騒ぐんだろうな。それもう言ってる。川口市議会で令和の議員すら離党してクルド問題意見書に賛同するありさまだから全く民意はついてこないだろうな。不法滞在者を送還しやすくするだけなのになんでこんなに怒ってるのかわからん。川口市民として期待を持って注視していくと。集団的自衛権を認める安保法改正
や特定秘密保護法や共謀罪の時のようにですね、始まる前は大騒ぎ、それが始まってしまえばおとなしくなる、忘れてしまうと予想します。始まる前がパヤのカーニバル、カーニバルということで、6月4日金曜日にでもですね、渋谷で外国人を集めた新入管法反対デモが ありました。外国人の政治活動は禁止なんだかなーと、その時の様子、撮影禁止エリアとか何の権限でこんなこと言ってんだっていう参加者がおりまして、デモの法的な正式名称はですね、集団自衛行動、示すこと、見せることが目的なのに撮影禁止って全くの本末転倒だわね。簡体字とハングル表記もされてるし、なんでデモやって見られたくない、撮られたくないんだ、おかしいじゃないか。集団自衛行動、デモの申請で書類書かされるんですけれども、その時にあの集団自衛行動って書いてありますね。あとあのそれに関する法律も集団自衛行動って書いてあって、見せること、示すことなんだ、目的なんだわさ。よっぽど取られたくない、後ろめたい連中が集まってんでしょうね、これね。もう2枚、6月9日芝公園付近で行われた日米同盟粉砕デモ、未だに言ってんだこんなこと。先頭に中核派のアイドル沢口、洞口朋子、杉並区議と中核派幹部のおじいちゃんたち、中ほどに中核派のヘルメットをかぶったですね、ヤングたちですね、このヤングたちはね、今の政府を暴力で倒して自分たちが日本を支配しようとしている危険思想の持ち主って、勤め先に知られるのが怖くないんでしょうかね、こいつらね。たとえバイトだっつったって、バイトの居酒屋でバイトしてるっつったって、その居酒屋に知られるの、この危険思想がよ、知られるのが怖くないんすかね。それとも知られてもですね、よくやったってむしろ褒められるとこに勤めてるんだか、生活保護でそもそも働いてないんだか、そもそもデモが彼らのお仕事なのか、工作員として給料もらってるのが不明ですけれども、不法滞在者の方もってもパヨの生活良くならないんすけどね。外国人によってですね、社会が混乱すればそれでいいんですかね。世の中乱れないとですね、ね、革命が必要でしょってならないもんね。国乱れて英雄現る、国乱れて中心現るかな、そんなあの話もありまして、乱れないとまずは始まんないみたいな、乱したい、混乱させたい。この写真撮ってあの私に送ってくれるのは赤羽さんっていうんですけど、いい仕事するよな赤羽さん。ネットで議論、一時は総理候補だったのに河野太郎はどうしてここまで落ちぶれたんだ、というあのスレッド立っておりまして、面白かったんでご紹介いたします。世論です。庶民憎悪がすごすぎる、言動が気持ち悪い、生理的に態度はでかいし言うことも偉そうだが実務はさっぱりのポンコツ人間だから、世襲ボンボンはどこまで行ってもポンコツバカ、運び屋でコオロギ、声だけでかい無能、世襲パワハラおじさん、幼稚なまま年取っただけの男、心の醜さが顔にそのまま出てるタイプ、自分は有能だと勘違いした無能の慣れの果て、ブロック以外の能力がなかった、感触持ちで世間知らずのボンボンってバレちゃった、すぐ切れるわ、無責任だわ、俺のせいじゃねえっていつも切れてる、謝ったら死ぬ病にかかっているから、むちゃくちゃ独占的で器が小さくすぐ発狂、典型的ハラスメント人間、やる気のある無能感がすごい、総理になる前にこいつの人間性がバレてよかった、育て方と素材両方がゴミだった靴沢、河野一族、中京のいる河野太郎、ギャオーン、現職大臣として史上初の民事の名誉毀損で一般人の私を提訴と、6月21日にその裁判ですね、第3回事前調整が非公開で行われるんですけれども、裁判官とあの双方の弁護士だけで行われる会合です。前回はですね、本人出廷は必要ないって太郎側弁護士があの言い出して、こちら側弁護士も裁判官もえって驚いた。
東方弁護士、本人が証言しない名誉毀損裁判見たことねー。裁判官、本人が証言しないでどうやって精神的損害を証明するんだよ。第3回事前調整21日にあるやつで、東方側から本人出廷を要求します。東方弁護士、被告が原告呼びつけるのやったことないって言ってました。本人が出廷しなければその程度の精神的損害なんでしょ、大したことないんでしょっていうことで当方が有利となるんですが、不利になっても構わないんで出廷を要求するします。だって面白そうだし傍聴席もすごい倍率になりそうですよねこれね。裁判所内は写真撮れねえから、あの出入り口で望遠で河野太郎が出てくるところを撮るとかね、録画すとかね、史上初現職大臣が一般人を名誉毀損の民事提訴を異例中の異例、名誉毀損裁判で原告本人が出廷拒否の面白ネタを未だに報道してないですね。世界最低の日本のマスゴミですから、太郎が出廷してもテレビ新聞どれもどっこも報道しない事態も予想しております。その時はネットで騒ぐだけですけどね。今日の単身です。茂木幹事長のお膝元、栃木県鹿沼市市長選挙で自公候補が立憲候補と一騎打ちし敗北。裏金問題のけじめのつけ方大失敗誰がというより自民党自体のイメージ悪くなってから問題の根は深いですね。それでも岸田は次も総理やりたいんですかね。自民党議員たちが望む次期総理はですよ、自分が選挙に受かるためには大幅なイメチェン狙いで小泉進次郎を押すんじゃないかって私は予想してるんですけれども、さーてどうなることやら異論は認めます。稲田朋美幹事長代理、岸田総理の政権運営に対する自民党地方組織の不満が誤位数、改革を進めなければ本当に見放されると。LGBT 法ご利用し強行したお前のせいだろって意見がたくさんありました。本当に見放されるってまだ見放されてみたいないみたいなことを言って、衆院補選無償と鹿沼市長選挙の現実を見なよ、認めたくないんだろうですけどね。公文社フラッシュ調査、上司にしたくない女性政治家、1位蓮舫155票、2位辻元57票、2位にトリプルスコアつけちゃいましたね。3位小池百合子51票、4位片山さつき48票、5位高市さん36票、高市さんはちょっと怖いっていう意見がありました。仕事できすぎて、圧倒的じゃないか我が軍は。2位にトリプルスコアですよ。高圧的だし怒鳴られそうだもんね。まあ当然って言えば当然。ちなみに私はガンダム世代からはちょっと外れてまして、このセリフが入ったシーンは見たことが ありません。関係ありませんけれども、活動停止中のニコニコ動画復旧、6月中旬までかかりそう。最悪今までの動画が全部消えます。ニコニコを運営するドワンゴだけでなく角川グループに対する大規模攻撃だったようであります。角川オフィシャルサイトエビデンに影響があり、角川ドワンゴ学園学習アプリ N 予備校も利用できなくなっているようであります。ネット予備校の頭文字かな、よく知らんけど、私も8日と9日の動画載せられて、おりません。せっかく政治カテゴリーランキング一桁の常連だったのに、サイバー攻撃の犯人が角川の凋落を狙った他の出品者だったら大笑いですよね。いや笑ってる場合じゃないけどね。損失がすごいな。ちょっとだけですけどニコニコ動画も、お金もらえたんで、ほんのちょっとですけどね、すごいちょっと。YouTube と比べるとどのぐらいちょっとかっていうと60分の1くらいかな。YouTube の60分の1ぐらい同じ動画の捨てられちょっとだけお金もらってたんですけれども、まあまあ金銭的損害が私にもあるっていうことですね。というわけで、新任入管法ね、粛々と施行して実行してと捕まえて、送還しまくってもらいたいものであります。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。